ストローは？ストローもらう。まもなく開演です。お集まりください。次のご質問にお答えさせていただきます。春木日さんですかね。ありがとうございます。皆さんも書かれてますが、私もパパさんとママさんの馴れ初めを聞きたいです。これは後ほどですね。お答えさせていただきます。
美人でモデルのようなママさんだから余計に聞きたいです。あと、もう日本には戻りませんか。よろしくお願いします。美人でモデルらしいよ。大丈夫か。編集が上手だよな。その編集がすごいよな。あと、もう日本に戻りませんか。まあ、日本にはあの遊びには戻ります。あの、はい、手続き関係と、はい、うん、住むことはないですね。続いてのご質問にお答えさせていただきます、パンダパンダさん、ありがとうございます。ルルちゃんは今も服薬しているんでしょうか。ルルちゃんはあのコロナ陰性になってからは一切薬はもう飲んでません。パパさんママさんのアルサメも気になります。これはあのまとめてさせていただきましょう。他の YouTube は見たりしますか。まず僕はYouTube は基本的に格闘技が好きなんで格闘技系、K1、ライジン、ライズ、ボクシング、その辺の格闘技系と、あとまあ2人ともゴルフが好きなんでゴルフの YouTube チャンネルは結構見てます。私は料理のですか、ね、料理の YouTube それ見て作ってないやろ。多分食べた気になってるだけ。そう美味しそうやなと思って。ああ、そういうことね。見てるんやったらなんかおかしいなと思ってあれはい、っていうことですね。はい、thank you.